おはようございます、今日はね、これから、3日ぶりに秘密のプールでスイムトレーニングです。今日は、曇りで気温の方はそこまで高くないんで、次の大会まであと51日となりました。あ、おはようございます。お願いします。大会の方もね、あと51日ということで、今日この水深、今日でとりあえずここのプール水深2メートル設定飛び込みできるのが、最後っていうことで、前回できなかったんですけど、前回ちょっと水深がちょっと足りないっていうことでできなかったんですけど、今回は水深しっかり2メートルなんでレース仕様で、ダイブの50メートル1本シミュレーションレース、フリーの、シミュレーションレースを実施します。で、2、3年前に、ここで22秒8の練習ベストかな出したことあるんですけど、ここ2年ぐらい22秒台公式大会でもやっぱり出せてないので、まずは昨年、目標としては昨年の、公式ベスト23秒33を上回る、記録をしっかり出したいと思うんで、アップでスカーリングドリルやってからゼロポジそのまま着用して25メートル1本を、大体 90% ぐらいの出力で泳いで、いいタイム出してからレース水に着替えて、ちょっとあと飛び込みもねできるのが最後なんで、しっかり飛び込みの練習とかいろいろやりたいと思います。じゃあ、というわけでこれから準備します。はい、というわけで今回もオフィシャルサプライヤーの日本新薬株式会社様から提供していただいてるエナジージェル、今回もパイナップル風味とエナジースティックをいただきます。いつもサポートありがとうございます。今から陸上でウォームアップやってから水中でスカーリングドリルのウォームアップ入れて、だいたい20分、着替えても20分30分ぐらいちょっと時間かかるんで、ちょうどいい時間なんで、レースシミュレーションレースに向けてクレアチンとあと HMB 瞬発力向上のサプリ摂取します。
雨で明日終わりました。まあ、調子はいつも通り変わらず、まあ、3日間ちょっと休んだんで少し疲労は抜けてるかなってところです。でこれからゼロポジ着用して、まず 90% くらいの出力でだいぶ 25m 行きます。まあ、行けば10秒台、まあ、出たらラッキーかなぐらいで、とりあえずこれから準備して行きます。よし、というわけで後でまたでシミュレーション前に飲みますけど、まあ、勝ち味の苦味、これお茶ですね、お茶の粉末入ってます。これ飲んで、タイムの方が10秒82、まあ、まあまあな、まずまずのタイムなんで、よし、というわけで、まあ、調子の方は悪くないんで、まずはね、まあ、最大やっぱり目標は22秒台出したいんで、22秒台出すつもりでこれから準備します。オフィシャルメインスポンサーの JA 青蓮様リンゴジュース、こちらマッサージ用のキャップ買っています。そしてカチカチ、じゃあまずね、出なくてもしっかり22秒台出すっていうやっぱり気持ちはマインド大切なんで、行ってきます。というわけで、50m 終わってちょっと 50m イージー入れてからラスト 25m 入れました。で 50m のタイムが23秒43、前半が11秒49の、まあ、後半11秒94と、タイム自体は目標の、まあ、22秒台は出なかったのでちょっと悔しいんですけど、でも後半の 25m がこの数年もう練習とレース含めてもう後半11秒台っていうのはかなり、まあ、久々に出したタイムで、次のマスターズ大会まで、まあ、あと51日って結構期間がね空いててまだ調整期間には全然入ってない、まあ、疲労とかねまだもちろん溜まってる状態ですけど、でもね
トレーニングの結構成果出てるのかなってことです。で 50m の後のイージー 50m で言ったら 25m も、まあ、10秒70と、まあ、11秒台記録できたし、まあ、最近ねやっぱり怪我が治って本格的にウエイトトレーニング開始して再開してからやっぱりトレーニングのボリュームも上がってやるごとに上がって使用重量とかも増えてかなりパワーももう怪我する前の状態に近づきつつ戻りつつあるんで、まあ、結構トレーニングの本当に成果が出てるのかなってことです。まあ引き続きだからいろいろトレーニングね、自分のトレーニング以外にもレッスンとかイベントとかこうリモートワーク、リモートオンラインレッスンとかいろいろレッスンとかね結構バタバタしてますけどしっかり体調管理気をつけて怪我に注意しながらしっかりトレーニング頑張りたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。